皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞、購読視聴規約。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、えー、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面で一語一句お読みください。とても重要なことが書かれています。 全て承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますどこか1箇所でも承諾できないというところがありましたらこの動画を見ることはできませんそれでは今日も行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして動画の感想などを私まで送ってくださいそうしましたらね内容あの書いてる内容が良ければ みんなが待ってるですね仮想通貨と FX の、えー、全国 LINE グループにご招待させていただきますはい中野雄二は右と左どっちでしょうか令和元年5月8日水曜日暗号資産草コイン長野研究会ということでね今日はね、えー、千葉県松戸市はすぐ晴れてるんだけど風が強くなっちゃって 風が冷たたくなっちゃいましたね朝は26度ぐらいあったんですけど冷たくなっちゃった寒いですね昨日と同じ感じですねでは行ってみましょうはい今日のドル円仮想通貨マーケット分析をちょっと行いたいと思いますそれで最後にね前もやったんですけど、えー、ちょっとね、えー、考察をやります今は貧乏でもあなたは必ず億万長者になります 心の器を大きくしない限り中野研究会ではついていけないかもしれませんということですねはいということで、えー、ウェブの方行ってみましょうということなんですがえっとですねまずねまずこれだえー、っと MT4 ですねドル円ですねドル円、えー、これはね月足なんですよこの 一本のローソク足が1ヶ月なんですけども、5年に一度のね、ペナントフラッグがね、ようやく完成しそうです。あとちょっとですよ、残り。あとちょ残りちょっとなので、えー、これ、ペナントフラッグブレイクしたらね、えー、こんな感じでね、ずーっと、上だったら上で上り調子でね、えー、まあ、最初の初期投資金がいくらによって違いますけど、まあ、えー、2、30万あればね、5000万くらいいくと。 200万円はもちろん5億とか行くって感じかな。まあ下に <laughs> 行ってもそうですね。一緒ですね。どっち行ってもいいんですよね。うーん。どっち行くかって、えー、ドル円がね、上がるのか下がるのかっていう議論はもうナンセンスなんですよ、うん。上がるのかな、下がるのかなっていう考えた時点で、あなたは FX 買ってないでしょう。って感じですね。それでですね、まああの皆さんご存知の通り、 えーっと、すごく落ちましたよね、今日のね。えー、日経平均株価、すごい落ちましたね、今日ね。で、トヨタのケースさん、良かったんだけど、えー、ダメだと。これですよね、日経平均株価がマイナス321円ですよね。昨日も下がってますからね。2日で700円とか。 行きましたか600円か700円ねでニューヨークダウもマイナス473ドルこれ日本円で約5万円ですからねうん5万円日経平均で321円であたふたしちゃってるのにニューヨークダウは1日で5万円下がりますからね 100倍ですから、100倍、うん。このダイナミックなですね金融投資にあなたはついていけるでしょうか、アメリカ人のようにね。321円なんて、もうかわいいもんですわ、こんなのね。はい、ということで、もうダブルパンチで落ちててですね、ドル円も落ちるだろうということで、まあ少し落ちたということですね。まあ、いまあ、夕方からね、ちょっと上がってんですけどね、夕方というか、もう昼過ぎぐらいからですね、上がってますけれども。 まあ午前中はかなり落ちましたね。ガン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 落ちました。これなんで落ちてるかっていうとですね、我々まあ、えー、まあご存知だと思いますけどね、えー、メイソン・リーグループはほら、ここ上着いたって言ったでしょこの5年に一度のペナントフラッグ。これが世界の政治を操ってるですね、秘密結社の、えー、暗号であってルールなんですよね。 私はね、このドル円チャートがね、文章言葉に見えますよ。うん、まるでね、えー、まるでですね、私は、えー、数字が音楽のように聞こえるというふうに言う人もい,らい,る,しいるしね。はい。<laughs> えー、僕には数学、数字が風景に見えると、ねこれが風景に見えるっていう人もね、あの,あの結社には、メイソ,ソンリーにいらっしゃるし、ね、数字が、えー、このチャートがね、風景に見えると、これゴッホの風景だ、ひまわりだという人もいるしで、ね、えーっとまあ、いろんな人いるんですね、音楽のようにかな奏でてる汚れと、なんであなたは聞こえないんですかと。 いうまあ、とんでも、とんでも系の人もいらっしゃるわけですよね。で、それはいいとしてね。で、こう上ついたから今度下ですよって言ったじゃないですか。で、これ下行くからよろしくって言ったじゃないですか、僕。言いましたよね。大体、まあ、230ピップス、230ピップスぐらい。下行きましたよね。で、こうつきましたよね。えー、5年に一度のトレン,トレンドライン。まあ、これ、メイソンリーラインって言うんですけどね。ついてますよね、こうね。だから今、上上がってるんですよ。 1>, 1分足で上がってるでしょねこれ、上がってるでしょこれ、えー、いつ、これね、また下がるからってって、ショートを持ってる人いると思うんだけど、まぁ、あ、25ピップスぐらいか。えー、ここら辺のね、移動、あの、えー、移動平均線に当たったら下がるから、ショート持ってた方がいいよって思ってる人いると思うんだけど、これ、ぐんぐん上がっていっちゃうから、 うん、ここのペナントフラッグの中でしか動けないからね、ドル円は。そのようになってるから、このね、不思議なことに世界の政治、経済、戦争、核兵器っていうのはね、あのー、この、これがね、いわゆるメイソン・リーのですねえ、未来、未来歴史なんですよね。だから、このドル円チャートを見て、<laughs> あなたはこれ風景だと見れない、見えないといけないし、世界のですね、 政治経済の、えー、緑,緑写真ってい,うのかなんていうのかな、未来の風景として見えないといけないわけですよ。あなるほどなと。で、ここで北朝鮮がミサイル発射したのも、あこれメイソン D 系なんだなと。なので、トランプ大統領がツイッターで、米中対、えー、貿易関税25%にするよとなるほどって窓開けたよね。 で、これ下ついたでしょで、今度上上げる作戦来るから。はい。ですから、これからアメリカのですね、あの、指標発表はすごくいいものがどんどん炸裂すります。で、あんなのね、あの、どうせ、あの、ちゃんとやってないから、日本、日本の厚生労働省のですね、あの、国が発表する雇用統計も、むちゃくちゃデタラメでしたからね。はい。あそう、まあ、それはいいとして。で、この上上がるんですよ。で、ここまで行ってどうするかね。でやっぱり上ブレイクなのかな アメリカ強いしね、経済むちゃくちゃ強いし、アメリカの全国民2億4000万人だっけ、アメリカ人。2億4000万人に、えー、所得倍増させてビットコインをね、プレゼントさせてますでしょ、アメリカ。大体ホワイトハウスのですね、えっ、ー、と、今ね、トランプ大統領の側近がですね、ビットコインたくさん持ってる人がなったんですよ。その人の幸せだって前から言われてるからね。そのみんな知ってるからね、世界中の人が。 それはいいとして。で、これついたでしょ下。ね。下行くよって言って。着いたじゃないですか。着いたらどうするのって今度上でしょと。だからこれはロングですよね。ロング入れてくださいと。このまま信じて上に行ってくださいと。で、どこまで行くのってことですよね。だから今、遅,遅ればしながらここでね、ロング、ここか。ここまで来てるよね。ここでロング入れれば、まあ、180ピプツは取れるかな。 そうだね180 170 8 0 1から180ピプス取れるからえっ、ー、と111.924ぐらいでですね理確、えー、の IFO を入れておけばいいと思いますよ。であとは、えーとまあ、なんか途中でね下がってきてこうレンジブレイクする場合もあるしそのまま上にレンジブレイクするもあるからもうそろそろあのちょっと IFO を入れておいた方がいいかもしれないね。これね、うん、5年に一度のガチホ ガチってのは、まあ、サータンリーリアル、サタンリーホールディング、ホールドね。Uh, you, you can hold、um, far away ですよね。and、uh, you will be rich man、um, ですよね、これね。Um, 本当にこれはね、えー、本当秘密結社で恐ろしいよね。 あのユダヤ金融マフィア、いわゆるユダヤ系の、金融はユダヤが仕切ってるからね、ロスチャイルドとねロックフェラー、あとは JP モルガン、そのほいっぱいあるんだけど、これ、上行ってるでしょ、こうついたから上行ってるだけなんですよね、ちょっとこうずれててさ、これ、MT4 がちょっとずれちゃうんですよね、ただ、しわしではついてるからちゃんとね。 ここはちょっとついてないけどね。こうついてるから上行ったでしょ。で、またついたらこう下行って、こう、ほんと先っちょまで行くのかね。ここまで行くのかね。そしたらここで、あれだよね。ブラックホールに入って向こうに出るのかね。ちょっとわからないですね。そこまでは私は位が低いのでわからないですけどね。はい。で、これから上がるの下がるの先生、どっちだのって言われたら、 180ピプス上がりますすよといいううふうに答えるしかないですただ、まあ、これはね、あくまでも私の個人的な推論しでしかないから、まあ、そんなことをね、まあ、この動画をもとにですね、投資判断に使うってことは、やっちゃいけないことですからね、私はただの、一ジャーナリストとしてですね、えー、自分のですね、えー、言論の自由を述べてるだけですので、私のこの動画をもとにですね、 えー、投資判断として使うってことは、それは大人げないっていうか、それはやっちゃいけない行為ですからね、法律上やっちゃいけない行為ですから、覚えておいてください。ただまあ、一応私が知ってる情報だけを伝えてます。上ついたから下、下ついたから上。そろそろブレイクですね。まあ、上行くって思,思わせて、下にドーンってぶっ組むか。ただまあ、中国と、まあ、習近平さんと、 トランプ大統領っていうのはもう仲良すぎるのでまあちょっと世界を泡吹かせてね、えー、そしてまあ上にブレイクということでしょうねなぜかというとアメリカの経済すごく強いし、まあ、無から有を生み出すビットコインがあるからね今ね、まあ、ビットコインもアメリカが <laughs> 作ったでしょシリコンバレーでアメリカが作ってサトシ仲本さんっていう人が作ったけど結局あれはまあ 日本のねその、ウィニーを作ったさ、ウィニーっていうのは、ピアートゥーピアネットワークで作った、初めて京都大学の助教授の人だったかな、作ったんですけど、まあその、そのね、京都大学の方が、まっ、あ、た逮捕されて、無罪になりましたけどね、その方が、ウィニーの開発者が、サトシ・ナ本さん、ビットコイン作ったのか、それとも CIA、えー、CIA、 が作ったのかっていうのはそれちょっと私にも分かりません。はい、あんまり興味ないんだよね、そこら辺。誰か作ったのかね。うん、まあそれに乗っかって、誰が作ったからっつって億万長者になれるわけじゃないでしょう。別にビットコインに乗っかってですね、億万長者にならなくちゃいけないわけですから、私たちはね。はい、ということで、これはこう、こう、こうでこうなんですよということですね。奴隷はね、そうですよね。それで、あのー、 ね、今年の頭かにもありましたけれども、まあ、ダウが、ね、思いっきり下げて、ね、日経平均も2万円切るよと。切ったのか。一時切って万切りそうだったのか。切ったのか。1万9000円台になっちゃってもうダメだと。でも、NHK 見ててもね、NHK の朝のニュース見てても、<laughs> テレビ東京系のモーサテジャーナル見ててもね、モーニングサテライトジャーナル見てても、朝の番組ね、経済番組ね、 もうこれからは世界経済もどん底だよと。中国はバブル崩壊して、どの子の日本もダメで、アメリカもダメでって言ってたのに、ぶり返したじゃないですか。で、実体経済むちゃくちゃいいしね、アメリカはね。まあ、中国もなんとなくいいし、どうなってんだよと。ふざけんじゃねえよって言ってね、本当に、えー、マスメディアは勘弁してほしいって感じですね。で、次にビットコインなんですが、 えとこのねちょっとセンセーショナルだったえあれですね、バイナンスのねバイナンスのこのこハッキングっていうか漏洩事件でですね7000ビットコイン、44億円分のビットコインが漏洩したけれどもまあ一当面1週間はですね入出金を停止しますので皆さんにご迷惑かけますがよろしくお願いしますとセキュリティ対策しますということで。 まあね、まあこれをやることによってもう多分もう、漏え事件なくなるっていうのと、あと危機に入ってますから。で、日本の銀行なんかもね、あの、ニュースに出てないだけでね、結構盗まれてるんですよ。三菱東京 UFJ とか、三井住友とかも、諸外国からのですね、まあ、某国ですよ。某国からのですね、ハッキングによってですね、結構何百億円、 で一発でで盗まれてんですよ日本のお金ってあと、そんで速攻でスイス銀行にぶち込まれて、えー、操作不能になったらね、今は操作できるんですけど、昔できなかったから、スイス銀行はね。えー、そんなのね、いっぱいあって、僕は三菱商事いたでしょう。で三菱商事はに IBM と仲いいんですよね。業務提携してるから。で、IBM の副社長が言ってましたよ。IBM の, IBM の副社長、なんとかさんって名前出しちゃいけないんだけど、その人が、 えー、私が三菱商事いる頃ね三菱商事の副社長顧問になってたんだよねあ日本 IBM の副社長がねそれであの三菱電機製の諮問処方装置をね、えー、日本 IBM に売り込もうってことでまずは三菱商事の顧問になってる元日本 IBM の副社長営業本部長営業取締役だった人にね、えー、売り込みに行ったんだよねそしたらこっぴどく怒られましたもうこう。 まあ、身震いするほど怒られましたね。そんなポンコツな三菱電機ってよくわかんないね。町の電気屋が作ったね、ポンコツのセキュリティ製品持ってくんじゃねえと。こっちは世界の IBM なんだと。でもね、24時間365日、世界の大銀行のね、セキュリティを、まあ、情報システムとセキュリティを担当しててね、お前らわかってねえだろうと。もうね、セキュリティの背の字もわかってねえと。僕はまあ、 三菱電機でね、セキュリティの、次世代セキュリティ製品の開発やってましたし、三菱商事でもあの世界販売戦略をやってて、実際に世界に飛び回ってましたからね、セキュリティの背の字ぐらいは分かって,分かってるはずだったんですけど、まあ、分かって、全く分かってなかったですね。あの日本 I <laughs> IBM のですね副社長にですね言われたのはね、お前、ここだけの話だけで言うぞと。 IBM っていうのは世界中のね、まあ、ド,ドイツ銀行潰れそうだけど、ドイツとかスイス銀行とか日本の三菱銀行とかね、セミマオ銀行って、まあ、別々だったけど、その頃ねね、日本、日銀とかね、まあ、いろんな銀行の情報システムとセキュリティを担当してると、24時間300、もちろんアメリカ軍とかね、あのアメリカ軍、特殊部隊、えー、CIA、FBI、 あ,あとはインターポール、あとは海兵隊、空軍、えー、エドワーズ空軍基地、すべての情報 <laughs>、軍のね、あのあとは原爆軍システム、フットボール、えー、原爆発射システム、まああれはボーイングとかね、あのー、他にもシステム開発やってるとこあるんだけど、ボーイングとか。えー どこだったかないっぱいあるんですけど、まあ、IBM もやってんだと。やってて、でね、そんな、お前ら甘すぎるとこっちはね、原爆のスイッチをね、あの遠隔操作でね、24時間365日あのいの、命がけでね、アメリカの原爆のスイッチをね、遠隔、インターネットの遠隔操作で入れようとしてるやつもいるんだと。ね、あとは、えー、NASA のですね、えー、UFO が映ってたり、 UFO 映ってる写真は全部ねエアブラシで消してるんだけどあとは宇宙人との階段とかねあの動画とかそういうやつを盗もうとしてるやつもいっぱいいると世界中からいるとそれはまあ個人レベルのハッカーもいればねまあ国家ぐるみのモサドとかね MI6 とかねグリーンベレーとかねハッカー共産圏のハッカーもいるととんでもないやついっぱいいるんだとでそういうものを日本は まあ日本というか、世界の IBM はね、先頭を立ってですね、迎撃をしてるんだと言われましたよ。で、三菱電機のセキュリティ製品っていうのは、まあ、僕が作ったから、僕が開発したから、三菱電機製紙紋照合装置っていうのはね、僕が作ったから、まあ、ヘナチョコだったんだよね。<laughs> 三菱電機とか三菱商事は騙せたんだけどね、<laughs> 僕のトー,トークでね、IBM 騙すことできなかったですね。 お身震いするぐらい怒られましたね。あの、三菱、あの、えー、丸の内2丁目のビルにね、えー、三菱町の本社ビルの何階だったかな、4階ぐらいにですね、顧問室ってのがあるんだよね。もう丸の内の場が、ね、すごい家賃の高いオフィスにね、何百平米ぐらいのものすごい広い顧問室ってのがあるんだよね。まあもちろん顧問だからね、取締役より上だからさ、まあすごいわね、本当にね。 で秘書の女の人もいっぱいいましたよ。うん、そこでね、コピーどこをらいましたね。何の話だっけ、それで。それで、バイナンスはね、これ、まあ、暴国からの発金か分かんないけどね、これはね。まあ、た,たとえ45億円につきましては、えー、基金からね、捻出すると、45億円だったら別に社長のポケットマネーからも出せると思うんだけれども、まあ、あの業界基金からね、まあいわゆる、 損害,保険損害保険から保険金を出すということで、す、え、べ、ー、てね、えー、個人には保証されるということでしたので、安心してくださいということでした。でビットコインはね、まあ、バイナンスショックで下がるかなと思いつつ、まあ、少し下がりましたけどね、これね発表されたのが、まあ、8時ぐらいか、朝の8時少し下がったけど、まあ、上がってきてるということなので、まあ、良いね、買い時期の良いおしめになったかなということで、これ買った方がいいよ、これ。 うん、ここで買い増ししてボーンと上がっちゃうからことボーンって70万80万100万200万500万1000万5000万1億2億1億で 1, 1ビットコイン1億で終わると思ったら大間違いですからね仮想通貨2000何十種類ある中で唯一ですね発行枚数をかっちり限定してね えー、これ以上増やしませんよって言ってるのはビットコインだけだからね他はどうなるかわかんないから何かあったついでに増やすからねハードフォークとか何とかごちゃごちゃ言ってなんだかんだ言って増やしてるんですよビットコインだけで増やさないの、うん、だからビットコインはあの希少価値があるわけですね世界中でもうなくなっちゃったらもう1億積んでも2億積んでも買えないということですねそんな高くじゃ買えないのかって言ってそうでもなくて 削ってですね、薄い先にして売ってくれるわけですよ。だから、5000円でも、まあ1万円ぐらいからかな、買えますからね、皆さんもね。えー、っと、もうね、64万円出さないとビットコイン買えないのかって、そうじゃなくて、まあ最低5000円ぐらいからかな、あのー、薄く削ってか買えるんですよ。金 <laughs> みたいにね。だからみ、皆さんもビットコイン買った方がいいよ。60万2000円なんて持ってねえよじゃなくて、まあ5000円、1万円ぐらい持ってるよてそれでビットコインの、 1>, 1ビットコインじゃないけど0.01ビットコインとかね、買えるからね0.01で6120円だもんね、今ね。だから買えますよ。非常に楽しいですよ、仮想通貨投資ってね。もう右肩上がりだからね、またね。今から仮想通貨投資を行う人はあなたは幸せですよ。あなたは幸せ者ですよと。言いたい。僕はね、本当に言いたいです。眠はちょっとお休みですね。眠はおネムしててくださいって感じですね。 あやばい今、ちょっとやばい。今、はい、ちょっと。今、眠はお眠っていうのは、えー、はい、あの撤回しますねで、発言撤回します。そうですね、これも、ちょっと上がってきてますからね、問題ないと思いますね、ビットコインもね。上がってきてます。あの、これ、今日の朝8時だと思いますけれども、はい、バイナンスショックがあって少し落ちましたけど、 まあかなり62万まで落ちたけど、64万まで落ち、うん、行ってますし、一時66万までいってね、あ、70万今週行くなと思ってましたけど、あやっぱ行くかもしれないね、70、今週ね、70万、ね、今週来週、今週行っちゃったら怖いね。はい、でもう一回ちょっと見てみますが、ドル円ですね。まあ、もしね、あの、ちょっと今日もですね、大阪の方から、 えーまあ、結構年配の方がお電話いただきましてね、えーと、今までね、国内の FX 業者を使ってたんだけど、えー、僕の、ね、中野先生の YouTube 動画を見たら、海外の XM っていうのがね、なかなか良さそうだと。それで、お衣装がないと。あとは888倍まででバレッジ効かせるから、 100万円入金したら、8億8 8八百万円まで買えるのって言われたから、はい、買えますよ、と。言って、そうやったらやりたいってことでね。<laughs> えー、ただね、あのー、講座解説わかんないと。スマホで、運転免許証写真撮って、そこからどうするのって話なんですよね。それで、まあ、一応動画ね、昔作ったから、これ、動画の URL 送ったんですけども、まあ、一応ピンボケだし、あと、iPhone しかないからね。 あのー、スマホは何ですかって聞いたら、アンドロイドですって言われたんで、アンドロイド版作ってなかったなと思ってね、ちょっと動画作んないといけないかなと思った次第なんですがね、それで、アンドロイド持ってる人も多いよね、世の中ね。さっきからね、アンドロイド端末を探してたんですよ。で、ここら辺は完璧にアンドロイドだね。Google、アンドロイドですね。 アンドロイド9.0だね。この、オーキテクルっていうのこれ、中国製かななんか、YouTuber のサトチューンさんもここら辺がいいよって。あ、これ UMI か。こっちがいいよって話だったんだよね。大容量バッテリーでね。これ買おうかなと思ってるんですよ。あれアンドロイドこっちですか完全に。アンドロイド端末ってどれですかどれ買ったらいいのか誰か教えていただければと思います。あの、LINE でね、こっそり私まで教えてください。 Android だだったらこれだよとで、えー、Wi-Fi 環境で使いたいので白ロロムが必要なのこれ。SIM フリーで大丈夫なの ?SIM フリーで大丈夫なの白ロロムが必要なのそれとも。はい、それでね、FARWAY がいいなと思ったんですよ。iPhone 10に似てるから、フ a ー w ェイって、これこれこれファ、あ、これじゃねえや。あ、これじゃない、これじゃない。フ a ーウェイ f a w a y 中国のフ a ー w ェイいいなと思ったこれか。 はい、ファーウェイの P20 ライトか P20 ライト安いですよね22000円でそれかノバ、えー、ノバは42000円でこれ顔認証でねこれ多分有機イエルかなこれすごく綺麗なんですけどノバファーウェイノバすごい綺麗なんだけどこれね OS がね Android に似てるんだけど じゃなくて独自 OS らしいんで、すよでまあ、あの、僕の予想っていうかさ、まあ、えー、吉田製作所さんっていうか、まあ、あの、ちょっとね、あの、ある情報っていうか、僕の予想に、まあ、勝手な予想なんですけど、これ多分 Go、ね、Google のね、g o o g の、えのー、あれだね、アンドロイド OS を、えー、あれだね、 あのー、OS を、ほら、エグゼファイルじゃでしょそれをですね、あのー、リバースエンジニアリングして、ソースに戻したんだね、これ。リバースエンジニアして、それで改造したんだね、グーグルのアンドロイド OS をね。だから、だからトランプ大統領怒ってるんですよ。グーグルって言ったらアメリカの企業でしょでグー勝手にさ、勝手にかどうか分かんないけど、 リバースエンジニアして、しかもハードウェアとかここら辺はもう完全に iPhone 10とそっくりだもんね。切り欠きがある有機 EL 液晶だしね。うん、で、フ a ー w ェイリバースエンジニアリングしたんでね。Google ね。Google の Android ですよね。まあ、どうなることだかね。ちょっとね。ちょっとわかんない。ただまあグー、グまあ。 アップルのさ、アップルの、えー、これスマホもね、アップルのさ、そ iPhone も、google、えー、の OS もね、す、ま、べ、あ、てアメリカ製品が載ってるわけですよ。で、これ CIA、えー、とかさ、あの NSA なんかにこれちょ、情報機関の情報が入ってるわけですよね、これね。それで、まあ、電源入れなくちゃってさ、OS が勝手に動いてて、あの、 OS っていうかさそのミドルウェアが動いててカメラで撮影できて音声が拾えるようになってるわけですよね。このえー、映画によるとその、映画によるとね元 CIA の人が逃げて今ロシアにいるでしょあの人の情報によると、まあ、アップルの iPhone Apple OSiOS と Google の Android OS にはその電源をオフした状態でも、まあ、ミドルウェアが勝手に動いててね全て CIA とか NSA につながってると、はいまあ、それでカメラで、ね、見たり、ね、音声聞くことができたりと位置情報とか全部確認することができるということですよね、まあ、そ多分そうですよねそれで、まあ、中国これじゃやべえということでこんなもんを中国国民に持たせたらアメリカに全部包んけねえじゃねえかよということで えー、まあ、ファーウェイがね、まあ、中国政府、中国共産党の意向を組んでですね、えー、GoogleOS を <laughs> リバースエンジニアにしたら、まあ、よからぬものがいっぱい乗っかってたと。うんまあ、そりゃそうだよね。まあ、だいたいインターネットはなんでこの世界中にハラ ららせようとしたたかっって言ったらさインターネットをまあ最初はアーパーネットってやつでアメリカ軍が使ってたねインターネットあの軍事回線ですよねインターネットってねアーパーネットって言ってたんだけどそれを民, <laughs> 民間利用させればテロリストがあぶり出されるだろうと思って一般会放をしちゃったんだよねでまんまとインターネット上にテロリストがさあのお互いに情報交換してコミュニケーションするからそれを追っていけばテロテロ テロリストをですね、撲滅できるって考えたんだよね。はい。まあ、まあ、あと、だから、すべての日本のネットワークの10、ね、9本のうちの8本は全部アメリカ経由してるからね。まあ、それ話してるとまた狙われちゃうから言わないんだけど、これ以上ね。それでアメリカ、中国共産党の意向を組んでですね、ファーウェイが、 Google の AndroidOS のリバースエンジニアリングに成功、まあ何年もかかりますけどね、成功してやったらやっぱりよからぬ <laughs>、えー、モジュール、モジュールっていうのはその、なんていうのかな、サブルーチンサブル、まあ、あのいわゆるサブルーチンがいっぱいくっついててね、えー、電源をオンにしなくてもね、カメラが使えるとか、音声が、えー、NSA とか CIA のサーバーに送られると。 あと位置情報ですね。まあ、そういうのがあるから、これ危険だよって話して、じゃあ、えー、そういうのを抜いてね。で、ああの中その情報を、情報が CIA とか NSA に送られるんじゃなくて、中国共産党に送られるような、えー、スマホを作ってくれということなんだよね。だからこれ、ファーウェイを持ってる人はさ、全部カメラとか、 位置情報とかね、音声とか全部きちんと共産党いっちゃうのかなとか、そういう不安もな、まあこれね、全部そあ、そんな、ね、知らないよ、僕は。知らないけど、まあそういうことも成り立つのかなって思っちゃったりなんかするわけですが、それいいとして、何の話だっけ、まあそれでね、あの今日の午前中ですね、えー、っと、まあ、あの、今までね、えー、 日本国内の FX 会社、まあ、楽天証券とかそういうところですよね。SBI 証券で FX やっててですね、こ,こ,これから XM 海外口座に乗り換えたいということで、口座開設の、ね、免許証をスマホで撮ってね、えー、写真撮影でそこまでできるんだって。でそこからパソコンに送るのがわからないって言うんですよ。それで、あ、それはね、えー、メールに添付して写真をね、そしてパソコンに送ってくださいって言うんだけど、いや、もう何言ってるかわかんねえと。 どうすればいいのつって言ってたので、まあ、私の方としてはあそれにつきましては <laughs> あの動画作ったんでね YouTube 動画作ったんで見てくださいということで、えー、今、ね、見てもらってやってもらってると思うんですよねはいそれでねあのたださあのいきなりねまあその FX 海外講座やりたいって言ってたって負け下手くそだったらお金なくなっちゃうから聞いたんですよ えー、腕に自信はありますかって聞いたら「いやもう全然投資やってるから」っつって「株ですか?」って言ったら「もう FXFX」FX っつってでね何年も前にねあの先物に騙されてね1日で3800万失ったんだって先物でうーんそれ頭きちゃってねクソッと思って、えー、FX を国内口座の FX を始めてねで3年かけてね3000万取り返したって。 うん。XM じゃない国内の FX 業者でね、3年、まあ長い間かけてね、3年かけて、えー、FX でね、3000万利益を上げて、取り返して、で、今年もね、えー、1234で4ヶ月で1000万になったって、だから全部4000万取り返したって言ってましたよ。 はいだからもう、自信あるから大丈夫って言ってたので、じゃあ、まあいいかなということで、さっき動画送っておきました。はい、あのー、XM のね、講座解説動画送っておきました。うん、だから皆様、頑張っていただきたいと思いますし、今ね、こう本当にペナントフラッグの5年に一度のね、大チャンスなので、 えーまあ、私のところにねあの手取り足取り教えてほしいという方がいらっしゃ結構、うん、じあのメール来ているので、これからメールお返ししますけれども、ね、LINE でもいいですけれども、まああのー、ガチホールドでいいので、これね、ロングロングホールドができるんだよね、できますので、まあ、下でも上でもロングホールドで、えー、FX、素人の人でもね利益を出せると思いますので、ぜひぜひ。 えー、このチャンス。もう何年もない、何回もないから人生のうちでね、こんなチャンスは。大体ここら辺でさ、ロング持ってればね、こんだけ、2年ぐらい待てばさな、何億にもなったわけだからね、これね。で、ここで折り返して、ショートを入れてね、ここで、また数億になったわけでしょふざけんなよって感じだよね。はい、だから、億万長者っていうのは、何年かに一度の、えー、こういうね、大チャンスに、 見てるわけでね、ちゃんとね、こういうとことかね。スーッと降りてるだけだから、何もしてないわけで。で、この折り返して、ふーってやってるだけですよ。で、こういう横横のところでやってるのが私たち、ええー、まあ、貧乏人っていうかさ、貧乏人しちゃいけないんだけど、こういうところは億万長者やってないですよ。この、この3年、まあ、トランプ大統領が就任した後、やってないですよ、こんなんだって。深幅,幅がないんだから。はい、ここら辺はもう世界中の億万長者は、 クルーザーに乗って遊びに行ったりねうんあとは香港、マーカオー、まあ、いろんなとこでね、えー、あ遊びに行ってあの遊びに行ったりですねほっ、えー、ノルウェー行ってねあのオーロラ見たりねいろいろしてるわけですよねでまたあそろそろ来たなとペナドローンでここでまた掛けようと上でも下でもいいよともうポジション設定して終わりですよこれうんはい で、上だったら上、下だったら下で、もう見えてますからね、ここがね。楽しみですよ。ビュー、ビューですからね。はい、あとトレーニングストップをつけておけば途中で下がってきても利益いっぱい取れますからね。下も上がってきちゃっても大丈夫ですからね。はい、ということで、まあ、あとオーダーですけれども、今いくらだろう ?110 の13、14。 百十の十3ここら辺ですよね、うん。ニューヨークカット八あ、今日か。あ、下がるか。あ、ちょっと待って。十日、あ、ちょっと待って。これが九十五あ、ここがレンジ、レンジか、これ。うーん。9の五十下がんないだろうね、これ。下がん、もう下がんないですね、これ。これはなしですよね。 はい、特にないですね。そして、外為トコムさんありがとうございます、いつもね。これ、日本人の板なんですけど、まあ、買いが優勢だね、えー。売りは薄いよね、ちょっとね。買い,買いも薄いけどね。まあ、動かないですね。もう、あの欧州時間、ロンドン時間に入ったので、えー、これからどうかな。こまあ、上がるでしょうね。ロンドン時間は上がる。 っていうのが相場ですから、うん、ロンドン時間上がるのが相場なんでね、まあ、今横横ですけれども今横横になってますけど、まあ、下がるのか上がるのか今気になってますよねどっち行くのってたら上でしょうねこれね、うん、ロンドンタイムなんでねでどこまで上がるのかって言ったら、まあ、先ほどお見せした通りここまで上がりますねえー、はいはい111円の 9ぐらいまで上がるのかな ?112 円ぐらいまで上がるかなうん。マジって。上がんのこんなに。ってつい最近までそこいたからね。全然上がるんですけど、それ信じられないよね、はい。信じられないことをやるのが億万長者なんですよね。はい。それはなぜできるかって言ったら、もうメイソンリー系ですの情報を得てればわかるかもしれないですね。まあ、ただ落ちるかもしれないんでね。なんか不測な事態があれば落ちますからね、当然ね。 だから、私の言うことは、投資として、投資情報としては使ってはいけないってことになってます。本当に楽しみですね、これね。はい、この辺に一度のピラントグラフ。だから、やっぱり FX でね、FX のやり方全くわかんないと。さっぱりわかんない。パソコンの買い方です。買い方もわかんねえと。Windows、パソコン使った時ないです。キーボード怖いし、パソコン買った時ないし、電源もさせないし、Wi-Fi って何と。マウス使った時ねえと。 いう方でも、やっぱり、やっぱり、まあ、1万円でも5万円でもやれば、結構な金額になりますからね、老後の年金ぐらいになりますから、やった方がいいと思うんですよね。まあ、アメリカみたくね、国を挙げて、ホワイトハウスがね、テレビ CM を流して、所得倍増計画をさせるような、ダイナミックな政府じゃないからね、日本政府っていうのはね。うん、だからもうちょっとね、積極的にね、 皆さんビットコイン買いましょうとかさ FX やりましょうって言うとみんな所得倍増してね日本国民すごく喜ぶんだけれども <laughs> まあそういう国じゃないからね日本っていうのはねどうしてもねまあだから寂しい限りですよねはいということでね、えー、今日は仮想通貨 仮想通貨あ、そうだね、こういうマーケットキャップだけちょっと見てみましょうか、コインマーケットキャップだけ少し見てですね、まあ、あとはあのー、熊本にお住まいの消費屋さんがね、ボ牧サコイン、えー、リスト、エクセルシートを、ね、皆さん配ってますので、欲しい方は私までね、えー、LINE で欲しいって言ってください、まあ、あとは LINE グループに入ればね、結構定期的に。 アップロードされますからね、ファイルがね。はい。まあ今日はちょっと下火ですね。全体的に下がってますけど。まあこういう時に買うのがいいですね。未来を信じるかどうかですね。はい。で、ちょっと全体的に長くなっちゃったので、これやめますね。FX で設ける方法ね。はい。あの、次回の動画で <laughs> やります。ちょっとすいません。長くなっちゃったんだけれども、え、今何分かな、これ。42分だもんね。 うんまあ、前と同じですね原因と結果の法則で、まあ、心の器を広げないと駄目ですよと心の器ね固定概念に縛られてたらあなたはどんなにね、えー、いいチャンスがあってもどうせ既存の概念固定概念規制概念で、えー、いい話の悪い部分だけを探すんですよ現代人っていうのはねでもマインドフルネスになってですね え中道を行っていつも中立なねえ目を養えばですねあなたはチャンスを掴んでですね大きなチャンスはね平等に訪れてるんだよ、すべての人に地球上のすべての人にチャンスは平等に訪れているわけです。じゃあなんであなたは貧乏でえ他の人は億万長者なのかって言ったらねあの心が中立なんですよ、ああ、いいなとね信じるものは救われるって言ってね。 まね、詐欺師のことを信じたら騙されるけれどもあのきちんとした情報源を信じな,き死んでなければあやっぱりダメですよね、うん、悪いとこを探して、えー、人どんな人でもねどっか悪いとこあるからだからイエス・キリストはね10時間にかけられて処刑されちゃったわけでしょ、ね、ひどいよね誰一人として仲間いなくてみんな裏切ってね あのネロとかみんな裏切ったでしょそして処刑されて殺されて死んだでしょあれ世界中をね敵に回して公開処刑されちゃったわけでしょでも神様の子供だったんだよあそしてまあ全人類のですねそれまでの、えー、罪をですね洗い流してくれたのがイエス・キリストじゃないですかそんな素晴らしいことをね私たちの代わりにやってのけてくれたにもかかわらず 殺しちゃうんだめ、ねね、でしょそんなことしたらはいということでね今日は、えー、長くなっちゃったんでねここの、うん、スピリチュアルの話は今日はちょっとなしにしたいと思いますもしね5年に一度のですね億万、えー、長者だけがね、えー、狙ってるですね狙ってるというかこのチャートがね、えー、風景絵画のように見えてえー はい、風景のように見えるようになれば、あなたも億万長者になると思います。5年に一度のですね、ペナントフラッグ FX、FX でですね、億万長者になりたいという方、しかしパソコンの使い方自体わからないという方はですね、日本全国、筒浦浦、あ、世界中、世界、筒浦浦、どこまでも行きますからね、ただ交通費と宿泊費、トガンと宿泊費、それとニット1万円はいただきたいと思いますけれども、 まあそのぐらいね、払ってもね、どうせ億万長者になるからみんな。うん。だから、全世界津々浦々どこまでも行きますのでね、えー、ぜひぜひ、えー、お電話1本、メール1本、LINE1 本、お問い合わせいただければと思います。それでは、今日もこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。